簡単いちご茶文教室へようこそ。はい、今日もこのコモンス出版さんのプログラミングワーク2を続けていきたいと思います。と今日は10番目のバッティングゲームを作ろうということで、そろそろ本格的なゲームになってきそうな感じです。でページはですね、と40ページから始まってステップ1ステップ2で41ページが終わって、42ページがステップ3で、ステップ3が43まであって、ページをめくって44、ステップ3が長いですね、45で、終わるということで、ステップ3が42、43、44、45と。で、11は改造しようということになってますね。だから今日はちょっと取りながら、もしかするとステップ3の途中ぐらいで、もしかすると前編後編という話が出てくるかもしれません。と全部でそうですね、80行90行っていうところぐらいまでプログラムいきそうです。はい、じゃあ始めていこうと思います。とこれですかね、はい、この画面でいきましょう。とまずバッティングゲームを作るというので、トライの内容はボールの位置を変数にしてバッティングゲームを作りますと。とボールの位置を変数で操って、バッターのいる高さまでボールが降りてきたら、プレイヤーがボタンを押してタイミングが合っていればヒットにするゲームですということで、ゲームの枠組みを決めましょうということで、まあ、自分でゲーム作る時の手順がなんか書かれているようです。ステップ1は枠組みを決めようということで、バッターを画面に表示させますと。バッターの場所は固定しましょうと。でボールを画面に表示させます。ボールは画面の上から下まで動きますと。上から下に動くので、ボールの上からの位置を変数としましょうと。変数が大きくなるごとにボールが上から下に移動してきますと。ボタンを押すとバットを振ったことにしますと。ボタンを押したときにボールがバッターの真横にあればヒットと判定しますと。真横にあるというのはバッターとボールの位置が同じときですということで、教科書テキストをお持ちの方は40ページにその絵が書いてあると思います。白い球が下に向かって落ちてくると、そういう枠組みで、じゃあ設計しましょうということで、どうプログラムができるのかっていうのを考えるっていうのがステップ2になっています。なんか私がずっと喋り続けてますが、これテキストないとちょっと厳しいかもしれませんね。テキスト写したいんですけども、ちょっと著作権の問題があるかと思うので、テキストは、ね、皆さん購入して、見てみてください。とどうプログラムを書けばできるのでしょうかということで、まずボールの上の位置を Y にしましょうということで、ボールは1個だけ、ですよと。で表示を消して動いたボールだけが書かれるようにしましょうと。バッターの位置を決めて表示する。バッターの記号はびっくりマークにしましょうと。はい、で、ボールを表示する、ボールは O の文字にしましょうと。でバッターの右プラス1で、上からの位置は変数、バッターの位置っていうのがあるんですね。でボスタンが押されていれば、押されていなければということで分かれて、押されてなければ Y に1ずつ足して下に動かしましょうと。ボールを画面に表示する時間はウェイト6を使ってボタンが押されるまで繰り返しますよと。で押されてたら判定ですね。 Y の位置と同じかどうか判定して、同じならヒット、そうでなければ終わりということにしましょうということですね。ここまでなんか私がずっと喋っているだけですが、ここまでで5分です。じゃあステップ3入っていきましょう。ステップ3、ボール文字の O をボールにします。で画面をクリックすると、いちごジャムウェブとかではクリックしたらボタンを押したことにしましょうということで、早速プログラムが始まります。まず10行からで、10行で Y っていうのがボールの位置で、これを0ですと。一番上は0なので0としていますと。
で、次は画面を消しましょうということで、20行で画面を真っ白というか全部消しますよと。で、30行でバッターを書いてますね。ローケイトの LC ですね。14が X で15の1にプリントでバッターで、このびっくりマークをバッターにしています。で、びっくりマークはシフトを押しながら1ですね。で、40行で何をしてますか ?40 行でボールを書きましょうということで、LC のと1つ横ですよね。バッターの1つ横の Y の位置にボールは O です。O。これ小文字ですね。大文字にしておきましょう。大文字の O です。で、これで、ダブルコーテーションの中に O を書きました。で、50行、ここで IF を使って判定させますと。やっぱりゲームになるとどうしても IF っていうのが出てきますよね。B、ボタンが押されていれば1になるので、押されてれば全ですか、全を省略して GoTo にしてますね。GoTo で90行に飛びましょうと。まずは 90行ないんですけどね。90行に飛びましょうと。で、押されてなければ60行に来るたびに Y の位置を1つずつ落としていきますよと。1つずつ落としていきましょうと。で、70行でちょっと待ちましょうと。ウェイト6。で、待って、これで一つ動いたということで、表示されている時間で70行で録音しました。80行、20行に戻らせて繰り返しますと。20行で、画面が消えて、60行のボールの位置から1増えて、ボールが1だけ下に来ますということで、ここで80行で GoTo20 行に行くと、ここに行くと画面が全部消えて、新しい Y の位置にボールを書くと。で、バッターももう一回書くということで、こんな風になって、どんどん球が流れてくるように見えますよと。で、90行ですね。さっき90行でボタンが押されたら、ここでさらに判定ですね。もう一度ここでボタンが押されて、次ここへ来た時に Y の値がちょうど打者と同じ、びっくりマークと同じ位置だったら、ここでも全省略してます。ヒットと表示さ、ヒットじゃない、ヒットですね。ヒットって表示されていきますよと。で、そうでなければ何も表示されないまま終わりますということで、90行の説明があって、ここまで来たら実行してみましょうとあります。ランとと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 、あ、ちょうどこの打者が見えないところでしたね。終わってもずっとプログラム終わらないですね。で、クリックすると終わるという形になります。狙って今度は押してみましょうか。あら、ランで実行してくれませんね。来ました。ういダメですね。よいしょ。お、ヒットが出ました。こんな感じです。で、こんな風になりましたと。で、これで終わりなんですけど、と45ページに45行というのがあります。ボタンを押さずに見逃しした時にもゲームが終わるようにしましょうと。ボタンを押さずに80行から20行に戻ることを繰り返していると、どんどん下に移動しますと。 Y が23に以上になると終わらせてみましょうということで、45行ですね。ちょっとリストで出してみますか。まず消してリストで見てみます。リストで見ると45行って言うと、ここの40行と40行、この間ですね。ここで Y が23より大きくなったら終わらせましょうということで、45行で if y が23より大きくなったら、
エンド、全はないですね。エンドと。これでどうですかと。ここで y が23になれば終わりますよと。見逃し三振ってやつですね。これでランをすると、これで、よいしょ。あ、見逃してしまいました。もう一回やりますか。これで押さずにこのまま来ると、これで OK と。さっきはここでずっと止まってたんですけど、これで終わるということになります。これでバッティングゲーム完成ですということで、今日はなんか流れをずっと追ってきて、プログラムになりましたが、11で改造するんですかね。よいしょ。ヒット当たりましたね。というプッシュを、実物だと、ちょうどボタンがあってですね、それを押せば打つということになるんですが、次回11でこれを改良して、よりいいバッティングゲームらしくしていくんだと思います。はい。今日はこれでちょっと長かったですけども、10は終わりということで、バッティングゲームを作ってみました。はい。ご清聴ありがとうございました。このチャンネルでは毎朝朝6時にマイコン関係だとか、今はイチゴジャムを中心に説明動画を公開しています。もしよかったらですね、チャンネル登録していただいて、毎日お付き合いいただければと思います。ご清聴ありがとうございました。